いな。一旦は逃げ切れたみたい。なんで逃げるの？私をお嫁にするって約束したのに。してません、してません、してません。そんなの一言も言ってません。じゃあ改めて聞かせて。私をお嫁にするのは嫌？そんなわけ。そんなわけ？おいダメなんだ。ズーン。一瞬でへこまないでください。もうエリン、生きてる価値がない。来世はフロッグシューターになる。ベロをビョーンって伸ばす練習を今からしておく。ビョーン、ビョーン。なんで絶望するとカエルになろうとするんです？なんで私じゃダメなの？いや、ダメってわけじゃ。私、ベルのためなら何でもするよ。何でもあげる。お金も私が稼いでくる。モンスターを倒してドロップアイテムも持ってくるよ。何のモンスターがいい？ウダイオス？ブルードラゴン？私頑張って倒してくるから。貢ぎ方が謙虚すぎません？ベルさんとケンキさんだよね。だと思うのですが。どうしてケンキさんがベルさんにすがりついて？どういう状況？わかりません。自分たちはなんだかとんでもない現場に出くわしてしまったのでは？ねえベル、捨てないで。お願い、何でもするから。いやいやいや、捨てるとか捨てないとか、もともとアイズさんは僕のものなんかじゃ。なら一緒にいよ。ずっと一緒。私のお家でベルを飼うの。飼う。私は毎日行ってきますってダンジョンに行って、ベルは私の帰りを待ってるの。他の女の人に会えないように檻に入れて、首輪に鍵をかけて、それでずっと待ってるの。監禁！嫌なんだ。ズーン。いや、普通嫌じゃないですか。僕がおかしいですか、これ。ねえ、ケンキさんってあんな人だったっけ？全然印象が違うんだけど。わかりましたよ、ちぐさ殿。わかったって？ちぐさ殿には見えませんか？あの二人の間に流れる、まるで立ち合いの前のような緊張感、そして技の応酬。あれこそが歓楽街でよく見られるという噂の
男と女の路上バトルなのですよ。ごめん味方、一つも意味がわからない。まっ、ちぐさ殿は子供ですね。自分は極東にいた頃に書物で勉強したのです。書物？ええ、伝説の歓楽街で百戦錬磨と呼ばれ、落とした女は数知れずというホストの京也先生が表された。俺流の愛、それは路上で咲く一滴の涙です。味方、そんなの読んでたんだ。名著です。男と女の駆け引きは武道に通じる精神があると聞きまして、京也先生も著書の中でおっしゃっております。男と女がいる、そこで生まれるのはバトルだろと。それは自分のお小遣いで買って読んだのねえ。ほら、ご覧ください、ちぐさ殿。あの二人は今互いの技によって会話の主導権を握り合おうとしているのです。一見攻めているのは男性側に見えるやもしれませんが、実は全てを支配しているのは受け手側の女性という構図。ずっと何言ってるのねえ。女性は自分のことなど放っておいてくれという空気を出し、逆に己に意識を集中させ逃げさせないという高度なる駆け引き。あれこそまさに京也先生がおっしゃるところの路上泣き女あり地獄の技ではないですか。その京也先生って誰なのねえ。ぬー、これは名勝負の予感がします。見逃せませんよ、ちぐさ殿。どうしよう、全部見なかったことにして言っちゃダメかな。みこと、そろそろ行かない？武見和知様にお使いも頼まれてるし。おお、ご覧ください、ちぐさ殿。アイズ殿がベル殿の腰にしがみついております。あれこそ連敏技、行かないでちょうだいの基本の型。やはり剣気殿は基礎力がしっかりしている。そういうことなのかな。あれをされると男は振り払えないのですよ。形としては簡単に抜け出そうですが、そうではない。すがりつく女性を弾き飛ばすのはやはり心が痛む、その心情的隙をついた立派な高速技なのです。上級冒険者の腕力なら普通に抜け出せないんじゃないかな。そういうことではありません。男と女の駆け引き、ちぐさ殿にはまだ分かりませんか。多分みことも分かってないと思うよ。おお、ベル殿がゆっくりと合図殿を引き剥がす。ここから説得の技術をどう見せていくのか。なんか本当に楽しそうだね、みこと。落ち着いてくださいよ、合図さん。捨てるとか捨てないとかそんな話変ですよ。合図さんは今その衣装のせいでちょっとおかしくなっちゃってるんですってば。おかしい？何が？だって会津さんが今の僕なんか選ぶはずないじゃないですか。そんなことないよ。じゃあ逆に聞きます、なんで僕なんですか。目の前にいたから。それはそれでショック。 ですけどやっぱり理由なんてないじゃないですか。目の前にいただけじゃダメなの？ダメです。僕はそんな風に選んでほしいわけじゃありません。
いや、違います。違うんです。選んでほしいっていうのは、その口が滑ったというか、なんというか、あの、その、逃げられた。逃さないよ、ベル。結局逃げちゃったね、ベルさん。一体どのようにしてアイズ殿の拘束術から逃げたのでしょうか。ここでは言葉のやり取りまでは聞こえないのが口惜しいですが、思わぬ名勝負が見れましたね。やはり男と女の駆け引きとは戦いなのです。目の前で見れて実感しました。深い。みことが満足したならそれでいいんだけど。やはり押すだけではいけないのですね。自分も日々の訓練に取り入れていくことを検討しましょう。お願いだから、その変な駆け引き術を竹三日月様には使わないであげてね。お嫁さんにしてくれる？